さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回も前回に引き続きこちらを使っていきます。あれ、これってこの前の？はい、AMD Ryzen 5 7600X になります。で、これを使って何するの？今回は、前回検証を簡易水冷で行ったので、今回はクーレイクーラーでも問題なく使用できるかを検証していきたいと思います。確かに Ryzen 5くらいならクーレイクーラーで使いたいわよね。ということで今回は比較的安価なクーラーを集めたので、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは CPU のスペックから軽くおさらいしていきましょう。コア数が6コア12スレッド、クロックが 4.7GHz から 5.3GHz、TDP は 105W、そして内蔵グラフィックが搭載となりました。前世代の Ryzen 5 5600X と比べるとクロックがかなり向上したのがわかります。また今回の AMD CPU の特徴としては CPU 温度が95度までは許容範囲内の CPU 設計となっているみたいなので、今回 CPU 100% の使用率でクーレイクーラーでどこまで冷やせるのか、性能を発揮できるのかを見ていこうかと思います。では次に今回検証していくクーレイクーラーのご紹介です。Entry number one。 まずはエントリーナンバーワン、リテールクーラーです。こちらは正式名称、AMD レースステルスになります。このクーラーは前世代の Ryzen 5までに付属していたリテールクーラーになります。最近ではパソコンショップなんかでも300円ぐらいで売られていたりしますよね。このクーラーのスペックですが、TDP は 65W、アルミヒートシンク導線のコアと付随ベース、そして接続は4ピン PWM コネクタとなっております。今回の CPU の TDP が 105W なのでもしかしたら冷やしきれないかもしれませんね。では続いて。Entry number 2。 続いてエントリーナンバー2。光るリテールクーラーこと、AMD レースプリズムになります。こちらは3000番台 Ryzen 7、Ryzen 9に付属していた CPU クーラーとなります。先ほどのレースステルスと大きく違う点は LED で光るということですかね。あとは止め方がマザーボードについている留め具を使用して固定するタイプとなっております。こちらのクーラーのスペックとしては、最大 105W TDP の CPU に対応。ABS、アルミニウム、銅のデザイン、トップフロー設計、92mm ファン、4ピン PWM コネクタ。ファン速度 2800+-20%RPM、最大騒音レベル 42dBA+-20%、電圧 12V、大きさは 119×105×93mm、重量 545g となっております。こちらはハードオフで1100円で購入したものになります。では続いていきましょう。シュララ。Entry number 3。 続いてエントリーナンバー3。かつてのコスパ最強クーラー、虎鉄マーク2になります。こちらは旧虎鉄となるので今発売しているリブディとはファンの回転数などの違いがあります。こちらの特徴は多重エアフロー透過構造、高精度ベース構造&ニッケルメッキ処理。大きさは 130×154×83mm、ファン回転数は 300rpm から1200rpm 10% となっております。こちらはかつて3000円台で購入できて、なおかつ性能も良いというクーラーでしたね。では次。Entry number 4。 エントリーナンバー4、現在最強コスパクーレイクーラー、ディープクールの AK400 になります。こちらは私のチャンネルでも何回か動画になっているんですが、現在の市場の中では値段比較で言うとかなり性能が良いクーレイクーラーかと思います。こちらのクーラーを使って他の方が Ryzen 7 7700X を使ったりしてるので、まあまず間違いなく冷やせるんではないかなと思ってやっていきます。え、やる意味あるの？え、それは一応大きさは 127×97×155mm で重量は 661g となっております。ファン回転速度は 500×1850rpm 10% で現在最安値で3500円で発売されております。では次行ってみましょう。Entry number 5。 こちらは先日発売された大型ヒートシンククーレイクーラーになります。ただ今回はこれをファンなしでの運用で Ryzen 5 7600X を使えるのかやっていきたいと思います。え、じゃあ検証はケースに入れるの？もちろんオープンフレームで行います。オープンフレームじゃただのヒートシンクだけじゃ。こちらはファンありで最大 240W の TDP に対応の大型ヒートシンククーレイクーラーとなっております。5本の 6mm 非同性ヒートパイプとメモリースロットへの物理的干渉を抑えたオフセット設計となっております。
大きさは 127×117×158mm で、重さはファンをつけると 1040g となります。では次。次。Entry number 6. このチャンネルでクーラー検証に外せないのが、そうです。グランドカマクロス先輩になります。出たグラカマ先輩。で、今回もグラカマ先輩を使用しようと思ったんですが、この先輩はかつてハードオフの青箱から買ってきたものなので、クーラー取り付け用金具がないんですよね。インテルの LGA 用のものは最初っから付いていたので、今まで使用をしていましたが、AMD 用ソケット金具を持っていないんですよね。あら、じゃあ今回は使えないのね。AMD 用のものも AM3 までしか表記されていないので、もしかしたら使えないかもしれませんが、引っ掛けるタイプみたいなので、もしかしたら付けられるかもしれないですね。もし知ってる人がいたらぜひコメント欄で教えてください。シュララララ。では今回使用する残りパーツのご紹介です。まず最初にグリスですが、今回も使用するグリスは、猫グリスこと SMZ01R を使用します。塗り方はマスキングテープで周りを囲って、グリスを塗って、カードで伸ばして、こんな感じで全てのクーラーごとに塗り替えていきます。機械じゃないので多少のグリスの誤差はお許しください。続いて使用する検証器ですが、前回使用した検証器と全く一緒の構成となっておりますが、今回はグラボは挿しておりません。なので検証内容も CPU がメインになることをやっていこうと思います。それからメモリなんですが、前回言うの忘れてて、メモリ自体は 5600MHz まで対応できるのですが、Ryzen 5 7600X のネイティブ対応が 5200MHz なので、AMD Expo で 5200MHz で検証を行います。最後に今回検証していくソフトですが、シネベンチ R23、FF14 ベンチマーク、ゆっくりムービーメーカーでフル HD 12分動画のソフトウェアエンコードでの時間差を見ていきたいと思います。何どうしたの？各クーラーを取り付けて検証していたところ、こちらの AK500 なんですが。あれ？なぜか取り付けられなくて、なんと固定金具とヒートパイプが接触してしまい、取り付けることができなかったんですよね。使用しているパーツ類は全て AK500 のもので、AM4 の取り付け方に沿って取り付けてたのですが、どうやってもクーラーを取り付けることができなかったので、今回は AK500 はこのまま不戦敗となってしまいました。もしかしたらこの X670P には取り付けができないクーラーもあるのかもしれませんね。メーカーや使用マザーボードによっても差があるのかもしれません。もし取り付け方がわかる方はぜひコメント欄で教えてください。それでは残りのクーラーで検証行ってみましょう。シネベンチ R23? では画面左上から、レースステルス、レースプリズム、AK400、虎鉄マーク2の並びでいきます。ということで各クーラー一斉にスタート。と言っても極端に性能差があるわけではないので結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。最高温度を見てみるとやはり AK400 がかなり強いですね。リテールクーラーの2種類も頑張ってはいますが、やはり全世代までのクーラーだと市販されているクーラーを使った方が良さそうですね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。こちらは内蔵グラフィックということもあり、今回フル HD の標準品質ノートパソコンで検証しました。では結果を見てみましょう。こちらはクーラーによって大きく変動することはなかったので、おそらくゲームだけならリテールクーラーでも大丈夫そうですね。では最後に CPU エンコードの差も見てみましょう。ゆっくりムービーメーカー。こちらは私が普段動画編集をしているソフトになります。で、今回は約12分のフル HD 動画を再エンコードさせてみました。結果を見てみましょう。ほとんど誤差のレベルな結果だったんですが、なぜかレースプリズムが10秒以上早かったんですよね。一体なぜなのか。はい、ということで今回は、Ryzen 5 7600X を格安空冷クーラーに変えてみたら性能がどう変わるか検証でした。最終的なまとめはこちら。前回使用した簡易水冷の結果も載せてみました。この結果を見る限りだと、Ryzen 5 7600X は空冷クーラーでも十分性能が出せる。って感じですかね。リテールクーラーは結果的にはちょっと物足りない感はありますが、エコモードと呼ばれる電力制限機能もあるので、そちらを使えばリテールクーラーでも十分かなと思います。
ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。